はい、条件が出ました。瀬戸松島は上がれば通過、はい、秋葉はつもダブル役満、松島からダブル役満、瀬戸からは役満、杉浦からは3倍役満。2人の勝ち目が何点だ。さあパイが落とされて杉浦が灰山を上げます。何の4曲オーラス杉浦の親番となりました。往来戦ベスト 8A 卓最終4回戦の最終難4曲、注目のハイパイ見ていきましょう。ドラは数層です。杉浦ドラが1枚、ドラ両面ちょんちょん言いのください。お願いします。どうですか、チュンが統一になりました。いいじゃないですか。いいでしょう。白金さんからいいでしょういただきました。いいじゃないですかと。ただポンの声が聞こえたぞ。あらまあ、ペーチャの瀬戸がペーを統一でした。このハイパイ、これは、ね、まあ、今回は他の薬杯、はい、風持ってないけど、はい、仕掛けられそうな人の、はい、風から切ったらポンされた、持ってたんかい。そう、ね、松島もって形良くはないですが、はい、ただこれ並びが瀬戸松島が対面同士というのが一つ、はい、杉浦にとっては、まあ、並びじゃなくてよかったなと。まだね、はい、まだ秋葉は非常に重たい条件ですので2倍役満、2倍役満ってなかなかね、そう難しいですから、自敗いっぱいまず集めなきゃいけないですね。そうですね。さあ松島も瀬戸がポンの声を出してくれたのは少し心強いか、はい、トン、トン統一二役ドラ1、いいじゃないですか。まずはドラが重なります。松島4統一厳しいですもんね。なぜならチー統一かなっていう感じはしますね。瀬戸が一歩前進、違う、しゃあじゃない。何が良かったですか。なん、吐く。何吐く、一枚切れですよ。いやそれでも、それでも、はい、あれ、いい漫画あんことなりました。松島ドラを固定する、ローソンにするか、メンツテにするか、はい、保留、保留のパーピン切り。秋葉はあんこが2組になりますが2倍役満を目指さなきゃいけません。瀬戸がカンパーピンの地位、杉浦は早く手を進めたい。ちょっと痛いけど、松島瀬戸がじわりじわりと近づいてきてる。ちょっと秋葉さんもね、自敗とか持ってるわけじゃないので、はい、の気持ち的には自分が、ね、2倍役満を目指さなきゃいけない。さあ関数マンも地位となりました。瀬戸サンフーロイーシャンテンとなりそうです。ダハヤロピン、ちょっと今スッと切らなかったので、うん、もしかして、もしかしてまだまだいけるかな私。でも杉浦はどっちにしろ行くしかないですもんね。そう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 、これでローソンも統一になった。リャンマンが重なる、持ってる牌がね、ちょっと受けるにも厳しいんですよね、秋葉さんの手。チュンをポンしたのは杉浦です。もしかして私いける。もうまずいですもんね、サンフロ。もうまずいです。まずいですよね。 再びスーアンコのイーシャンテン。でもスーアンコ足りないですもんね。トン泣かない。秋葉はスーアンコ短期の直撃条件があるのかな。あ、キューピンだ。短スーアンコの天敗。うんうん、杉浦さんは3ピン、はい、天敗を取ります。このね、一巡前のトーンをね、泣かなかったんですよ、はい、泣かなかった。うん、泣いた方がもういいとは思う。なるほど、はい、目いっぱい前に出て、目いっぱい前に出て、もうこの曲って、はい、テンパイできない。まあ瀬戸さんが上がったら結構
結構というか、はい、本当に終わり ですよね。ゲームセットになります、はい、相手とのバランスを取ってるだとは思うんですけどね。うん、なるほど。吐く、なかなかちょっと手間ない。じゃあまあ杉浦まだいけるぞ。おお、杉浦も広くなった。いいシャンテン、トン泣かないでこれ来るなら OK。 OK、 積もった積もった積もったけど積もれない、条件が足りない。さあどうする、秋葉。え、スタンの条件、スタンコ短期直撃はあるんですか。直撃はあります、直撃はあります。だってさ今、え、さあカンリャンマンもチー、南短期の天敗、そして打たれた老僧を杉浦がチー、イースーマン天敗。え、あるじゃん。まずはでも秋葉間違えなきゃいけないですね。チーピン、これ振り手は、振り手はないね。ない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 、ね、あるわ、パーピン打ってるわ。あ、パーピンある。これは振り点、どちらとも振り点。さあ、スーアンコウの上がり拒否、上がり拒否からのテンパイを組み直さなきゃいけません、秋葉。慎重に、これ振り点あるからね、気をつけてよ。さあ、待ち選択、四風呂の瀬戸。どうなるの、どうなるの。松島さんだって本当は打ちたいですよね。ギャンソーは切ってるよ。でもほら出上がりじゃなきゃダメなんで。そうだっす、ね、はい、直撃条件なんで。そうだっすねとか言って。そうだっすね。さあイースーマンの杉浦、漏れない。これウーソーは、ウーソーは振り点なし、振り点なし、風呂に1枚。え、ウーソー短期です、秋葉。ああ、ドラの数層、これは杉浦いますからね。ドラは打たず、ドラ短期となりました。しかも松島さんいいそう、安全に杉浦さんに点通ってないものは切らないので、はい、チーピンとなりました。んパーマンは振り点はない、ない。しかもなんかちょっと良さそうじゃない。さあ、通案高短期の短期選択。嘘、キロ怖いけど、これでも私たち目線だからね。はい、そうなんです。嘘は、ただ薬満2倍薬満条件の秋葉がこの証拠をしてるのは、瀬戸に打っちゃいけない、杉浦に打っちゃいけないなのか、自身に条件が入ってるのかわからないですよね。ただ瀬戸の4風呂全部なあー、ここ同順のパーマンはダメよ。次パーマン積もっちゃったりして、やめてやめてやめて。ペイ、ペイはどうですか。あ、ポンされてる、ポンされてる。これで振り点は解消です、同順振り点はありません。怖っ。イースーマン、え、パーマン2枚、うーそー、2枚、で2枚ってこと積もっちゃうかもしれない。うん、急走、シーソーの振り点はない。急走ないから、急走はない、つもぎり。うわ、三走、杉浦の現物。イスマ、うん、あれない。イスマもめちゃくちゃないですもんね。松島がイーマン3枚、スーマン1枚ですね。ある、あースーピンは誰にも当たらない。うわ、これあれだ、もう松島さんが打ってくれないから、スーマンのつま上がり、チュンドライチ1300オールの上がりです。ドキドキした、めちゃくちゃドキドキしましたね。うん、あのチーマンがパーワンかもしれない。